糸引きワシは、上質な姫目ハダ裸カ,カに属する深海魚の一種。本種は、腹肝と尾ひれの端が異常に伸び、これによって体を深海底に立たせて餌を待つ、独自の生態から三脚魚という通称を持つ。胸びれも筋部分が非常に長く発達し、無知のように長く伸び、これを動かして餌であるプランクトンなどを引き寄せるという。 潜水技術の進歩で海底での調査でその生態が判明した。深海に住む姫目に多い死有動態である。体長は普通1 5トルほどで、大型の大糸引きイワシとなると体長3 8トルほどになる。目は小さく、イワシという名が付けられてはいるが、イワシとは類縁関係が遠い。 震度500から1000メートルほどの海底にじっとして餌が来るのを待ち受けている。餌の少ない深海でエネルギー効率を抑えるために独自の体型へと変わっていったとされている。幼魚時は海の表層あたりに出て、そこで餌のプランクトンを食べながら成長し、深海に戻って独自の姿に変わるという。超鎮裸は 世界に4族28種生息するとされ、日本近海では主に、糸引きワシと長エーソの2種が生息している。ありがとうございます。